さあ茨城これを決めることができるか、渋谷守るか。いやもう絶対タップスコットに預ける。タップスコット個人技でいった、ファウルだ。2本目沈めました。茨城がまだ逆転。もうちょっと時間が少なかったらオールスイッチでスクリーンが来た時に全部スイッチしてもう守るっていうのがあったんですけど、 2.54 ぐらいだったんでちょっと時間があるんで、これ誰を使うかみたいなスクリーンですね。はい、石井に当てて石井が打って、They're still a very high level team. It's not like him not playing. But they're 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 not playing. But there are some things that we can do. とにかく、まあ、オフェンス力があるチームで、にプラスディフェンスでかなりプレッシャーをかけてくるチーム。勝つ巻出しどころを探すが石井がついている。煽られるっていうか、プレッシャープレッシャープレッシャーでこうなっちゃうと負けちゃうような相手というか、まあ、ゲーム2はそれを跳ね返せるようにチーム修正して入ったので、つまき外から打って、おー決めていきました、スリーポイント。そこで大事なのがディフェンスだったかなって思う。We're talking to our teammate that's in front of us, so they'll get him the confidence, the guard, to know they got help on the left or the right. We'll be much better off on the floor. もっとディフェンスの時ね、早めにコミュニケーションして、自分の位置とか後ろにいるよとか、そういうのを右左とか、そういうのを先に言ってあげると、多分ボールマンももっとアグレッシブに前つけるし、多分後ろのディフェンスにもっと自信もっと思いっきりいけると思うから。でも僕もスタートで出させてもらったんですけど、まあ、やっぱそのスタートになったっていう理由が分かってたんで、そのゲーム1の時に取られすぎたっていうのもあって、やっぱりディフェンスも必要なんだっていうのも、まあ、それを多分求めてんだろうなっていうのも感じたので。バレライマーズ 2.5 秒ですからね。あの時は最後のプレーセット 2.5 秒のタイムアウトの時に、その時出てなかったけど、その 2.5 秒で呼ばれたんですよ。何が何でも俺のマークなんだけど、絶対に何もさせんと思って、絶対にもボール触らせんと思って、これ誰を使うかみたいなスクリーンですね。はい、石井に当てて石井が打って、石井が入りました。パッて見たら石井さんがもうフリーで打ってて、で、ま、真逆だったんで、大体軌道で分かるんですよね、入るか入んないか。で見た瞬間に最初同点の狙いに行こうとしたのがタックでロブクラスで、それはうまいこと読まれてて、でその後平尾さんがスクリーン使ってスリーを打つって感じだったんですけど。あれを見たらやっぱこれがバスケっていう試合なんでしょうね。負けたいって思ってる人は誰もいないので、全力で僕たちは結果を出さないといけない、全力で勝ちに行きたいと思います。